こんにちは、DI 上野浦店長のミクです。はい、こんにちは、DI 上野浦のたくまでございます。さて、本日は当店でも大人気のブランド、はい、テーラーウィズリスペクトの仕入れ会にご招待をしていただきまして、はい、やってまいりました。そして今回はとても貴重な機会をいただきまして、はいはい、デザイナーの脇さとしさんから直接お話をお伺いできるということでございますので、はいはい、行ってみましょう。ガン、はい、ではやってまいりました、はいはい、デザイナーの脇さとしさんでございます、はい、ありがとうございます。今回はこちらこそありがとうございます。はい、あのデザイナーの脇です。テイラーリスペクトをデザインしてます。はい、はい、硬いな硬いですね。私たちも緊張しております。はい、緊張緊張しております、はい、では早速あのご紹介いただきたいなと思うんですが、はい、新作は今日、はい、何型ぐらいあるんでしょうか。今回は、はい、3型3型で、5色展開になります。はい、はい、私たちもまだ拝見しておりませんので、はい、すごく楽しみでございます。楽しみです。はい、では早速ご紹介をお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず、一型目なんですが、はい、名前モデル名がメロ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 、こちらになります。おー、かわいい色。ありがとうございます。メロっていうのがまずモデル名なんですが、はい、あのメロってメロの波とかって出たりする、はいはい、例えば滑らかなとか穏やかなっていう意味があります、はい、でそれはどこから来るかっていうと、この面が柔らかい感じ、穏やかな感じですね。確かそういうとこから命名したモデルです。あのメタルフレームって硬いイメージがあるんですけど、はい、うん、こちらはどちらかというとソフトにかけれそうなというか、はい、うん、そんな雰囲気があるかなと思います。ありますね、はい、おお、ぜひぜひかけてみました。あ、サイズすごいですね。いいですか、ちょっとこれサイズは、46、19というところでございますね。でカラー番号はこちらは何番になりますかね。3番カラー。3番カラーということでございます。マットな質感なんですが、これって色付けはどのようにされているんですか。色付けに関しましては、はい、テイラーの結構グラデーションが特色になってまして、はい、1枚1枚、はい、職人さんがあのこれ染めてます。こうやって、あ、なんかそう、はい、お伺いしたことが、はいはい、あります、はい、で染めることですごい綺麗なその繊細なカラーリングになってるっていう、はい、なるほど、はい、ブランドの仕立てに沿ったあの良い仕立てって言いますか、はいはい、というようなカラーリングですね。これって一つ どれくらい作るのにとか色付けするまでお時間かかるんでしょうか。色付け自体は一つの、カラーリングをするのにだいたい8分とか10分ぐらいかかります。なるほど、はい、大量にできないんで、はい、ですよね、はい、つきっきりでっていう感じになりますよね、はい、あ、これ似合うんじゃない。はい、僕もかけていいですか。ぜひぜひ、はい、ありがとうございます。はい緊張してるでしょ。いやいや緊張します声がこんな感じでございますわ、なんかすごくおしゃれ、はい、なんか姿勢、うんうん、いいですね、知性を感じます。知性を感じます。ちょっと僕に足りないものかもしれない、ね、そんなことは、うん、優しい優しい、いいですね、うん、マイルド、はい、うわ、めちゃくちゃいいですね。なんかお仕事とかにもすごく活躍しそうです ね、はい、ですね。ビジネスでもすごい使ってほしいので、うん、でも結構ビジネスで使うってなると本当に堅苦しいというか、うん、カチッとしたやっぱイメージがあるかなと思うんですけれども、はい、うん、こちらに関してはすごくこうちょっとソフトなイメージもあるの で、うん、ですよね、ぜひとも女性にもおすすめしたいなと思います。今までテイラーって、はい、結構あのサイズがちょっと大きめが多かったんです、うん、そうですね、はい、そうですね。で今回の、まあ、メロに関しては、まあ、チタン一体のフレームでなおかつサイズを絞ってるので、はい、もちろんお顔の小さい方だったり女性の方、うん、あとはあの共同用の方、共同禁止なんかも非常にいいんじゃないかなって思います。はい、じゃあ続いてですね、二方目のご紹介いただきたいなと思います。はい、わかりました。
次なんですけれども、こちら同じメタルのフレームですね。こちらクラウンパント、クラウンパント、なんか見たことあります、ありますありますよね。はい、これ実は最近だとエメさん、ファーストテイクのエメさんのデザインの、はい、ツーサイズダウン、あ、ダウンサイズ、なるほど、はい、っていうことはあの鬼滅の刃のあのエメさんですよね。はい、ちなみにエメさんかけたのこのサイズ、はい、ああですよね。ちょっと大きいのが、大きいですよね。はい、ちっちゃくなってなで、ちょっと。ちょっとこじんまりして可愛い印象に、はい、でも多分女性とかすごいジャストサイズ、いや本当にサイズ感だ、はい、確かに、わ私この色とかすごい気になります。これはテイラーがあまりしたことがないカラーリングですね。ですよね。実は、上がネイビーのダメージド、はい、マットで、下がグレーのダメージドのマットのグラデーションっていう、もうなんかデニムみたい、デニムみたいですね、あ、そうですね、印象はダメージの、ダメージの、こちらかっこいいです。ありがとうございます。それ僕かけたいです。いや、すごくいいと思います。似合うと思います。いいな、私いいよいいよ、譲ります。多分似合うと、サイズも多分ぴったりだと思います、うん、めちゃくちゃ似合ってる。マジですか、めちゃくちゃいいですか、うん、ほらほら鏡、いい、ほらめちゃくちゃいい。いやマジ本当にデニムっぽいカラー、うん、なんか当たりのあの印象の、おしゃれ、いいですね、おしゃれてますよね、うん、多分ね、サイズ感もすごくいいんですよ。サイズが47-20サイズですね、はい、この色も私このカラーが好きですね。ちょっとこちらをかけさせていただきましょう。はい、はい、こちらでございます。どう？これ上マットでしたツヤ、そうですそうです、のグラデーションです。すげえ、質感のグラデーションです、ね、そうそうです。びっくりしましたよ、ね、本当だ、ここがこうツヤツヤするから、なんかここがこう、ね、明るくなって、はい、すごく女性もなんかマットって結構女性の肌がなんか沈むイメージなんですよね、はい、なんですけどここがツヤっとしてるとこう光沢が出るんで、はい、なんかこう映えませんか、映えます、めちゃくちゃ映えますこれはぜひ入れたいカラーだと思います。名前は、名前はあのバッカスって言いまして、はい、バッカスってあのお酒の神様ですよね。そうなんですよ。なんかチョコレートとかのバッカス、バッカスありますよね。ありますよね。あ、よかった、うん、そうなんですよ。でディアデマって冠なんですけど、はい、お酒の神様バッカスは、はい、月桂樹の冠をしてます。でそこから関連性がある名前バッカス、へー、はい、そういった名前って作りながらこう思いつくものなんですか、それともあの出来上がったものを見てなんとなくこう、こういう感じ、ね、作りながらですね、なんとなくこういうイメージなのでっていうのを頭でこう考えながら、まあ、形を作っていって、最終的にどの言葉が合うかっていうのを、できた段階でチョイスするっていう、当てはめていく、はいはい、なんか結構神話とかからこう名前を取ったりとかされてて、はい、こうネーミングも本当非常にこう思いがこもってて、すごいかっこいいなってね。そうですね、 ありがとうございますありがとうございます。いや、あの本当にディアデマの、はい、まあ、サイズダウンなんで、例えばディアデマの S サイズとかになるとちょっとかわいそうじゃないですか、この子。確かにサイズ、確かに、うん、たまにありますよね。ある、サイズ表記がモデル名の後に書いてるモデル、そう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 、ちょっとね悲しいですよねなるほど、だから関連性のある名前にしてるんです、ね、うん、思いをこもった一本になっているところですね、うん、はい、そうです、はい、じゃあちょっとあのこちらとこちらのサイズ感の違いを掛け比べてみてもよろしいですか。いいですね。こちらがディアデマ、はい、今まで、はい、あのこちらがあのエメさんで、うん、が掛けてらっしゃったというサイズ感でございます、はい、こちらのちょっとすっきりとした、はい、サイズ感で、こちらこちらの良さもありますし、また違った良さが、はい、ありますね、はい、まあ、ちらちら見えてたと思いますが、見えました、はい、3本目です、3本目こちらシックっていうモデルです。おこれは名前はどういう感じで命名されたんでしょうか。はい、あの、まあ、見た通りちょっとリム線がぽってりちょっと厚めですよね、はい、でシックっていうのは厚いっていう意味合い
厚みがあるって厚いっていうとこから、まあ単純にそういう名前にしました。なるほど、はい、これです。いや、いやね、もうね、はい、予想通りみたいなね。もうちょっとまた似合うんだ、俺。うわ、なんかこの私鼻パッドの色が好きです。あ、そう、鼻パッドはチタンそのものの色です、はい、あ、無垢な、無垢です、無垢です。あ、そうなんですね、はい、なるほど、うん、いいですね。なんかこうシルバーとこの横のこうゴールド、はい、そう、すごくおしゃれ。これだよね、やっぱり。でちょっと失礼してかけてみたいなと思います。こちらでございます。めちゃくちゃいいな、やっぱテイラ掛け心地もやっぱりいいんですよ。掛け心地がやっぱりいいです。スッとこうやっぱ入る感じと、こうとてもやっぱり軽やかな掛け心地なので、長時間掛けててもストレス感がこうないっていう感じですよね。ですよね。うわ、ちょっといいですか、はい、鏡を。あ、なんかすごいできる感じ。色が、うん、ちょっと頭が良さそうに見えない？見えます、はい、そういった感じが出ているかなと思います。これ、ここが2本になっているのっていうのは何かこう意味というか、はい、なんかこう機能的な意味とかっていうのがあるんでしょうか？あります、あります、はい、先ほどの、うん、オールメタルのテンプルに比べて、はいはい、オールメタルのテンプルは全体でしなるんです、まあ、特にここがバネがあるんですけど、はい、全体で しなります、はい、なので、主にここがバネなんですが、全体的しなるのが、ふわっとした印象といいますか、はい、になります。それに対して今かけられているテンプルっていうのはこの部分だけバネが出るんですね。なるほど。だからバネがあるんですけど剛性感があるっていうか、カチッとした印象になります。はい、どっちかっていうと役割分担はしっかりした、ここはバネ、ここはしっかりホールドさせるっていう、そういうふうな役割分担をさせてるっていう感じですね。私とタクみたいな感じです。あ、そうですよね。やばいな、うまいな、うまいな。じゃあ、はい、これね、もうやっぱいいですね。今日出番を取られた、はい、出番を取られた。今日ちょっと私の方が最適だったかもしれないですね。いや、素敵な新作ばかりで、ちょっと今から本気で仕入れをしていきたいなと思います。はい、ます。あの納期の方をお伺いしたいんですが、はい、それぞれ納期はやっぱ違いますか？大体同じぐらいの時期を予定していますが、前後あります、はい、モデルによって。はい。はい、大体、私の方に入ってくるのが7月末頃になります。なるほど、待ち遠しい。待ち遠しいですね。7月の末から、はい、順次デリバリーということで、入荷してまいりましたら、はい、またお知らせをしたいなと思いますので、はい、気長に待っていただければ嬉しいです、はい、じゃあ今日は撮影ご協力いただきまして、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。さあ、すっかり暗くなってしまいましたが、はい、もう真剣にセレクトさせていただきました、はい、はい、今回はですね、デザイナーさんの脇さんの、はい、はい、貴重なお話をお伺いできて、一緒にいい時間となりました。はい、でまたですね、はい、商品の到着をぜひお待ちいただければと思います。はい、では本日の動画は以上でございます、はい、こちらの動画がいいねと思ってくれた方はグッドボタンとチャンネル登録、あとよろしければコメントの方もお待ちしております。お待ちしております。はい、ではよろしければまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。